上にチーズプリンが乗ってるんですね。フルーツが乗っかってます。リンゴのジュレ、このジュレがね美味しいんですけども、はい、どうも料理のお兄さんリュウジです。はい、ということでですね、今回はですね、皆さん前にですね、僕監修のですねスイーツを出させていただいたことがありまして、悪魔のパフェと天使のパフェをね作ったんですけども、めちゃめちゃ売れまして、期間内でね50万食ぐらい売れたのかな。かなり好評だったので、ドレミさんなんですけども、ドレミさんにまたお声掛けしていただいてですね、実現しました。第2弾こちらになります。至高のチーズパフェです。マジでうまくできました。完璧な美味しさになってます。今回は至高のチーズパフェの最大限楽しみ方お教えしたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、それではですね、早速この至高のチーズパフェの楽しみ方をですね説明させていただきたいと思います。最初に美味しい白ワインを用意してください。白ワイン飲めない方はですね、紅茶とかでいいです。飲める方は白ワインを用意してください。開けるとですね、このチーズプリン、はい、開けるとですね、まあもうこの最初にこう上にチーズプリンが乗ってるんですね。チーズプリンとあとフルーツが乗っかってます。あとね、これジュレですね、リンゴのジュレ。このジュレがね美味しいんですけども、まずですね、香りを楽しんでください。リンゴの爽やかな香りとチーズの濃厚な香りがですねふっと香ってくる。これをアペタイザーにして飲みます。香りで楽しむものなので、うん、これで何杯もいけるのか。白ワインの爽やかな香りとリンゴの香りがね合いますね。これね、まずチーズプリンですね。クリームチーズを使ったですねチーズプリンになってまして、すごくねとろっとしてですね、トロプルな食感になってます。こいつをまずいただきます。とろけるねこれは。で、前回はですね結構お子様も食べれるようにしたんですが、今回はですね洋酒も入ってるんですね。芳醇な香りをまとったパフェになっております。ジュレに洋酒が含まれてますね。本当にワインに合うパフェだね。僕が思う本当に美味しいパフェ、ドレミさんにめちゃめちゃ頑張っていただいて再現していただきました。これね、分かりますかね、この中にチーズのムースが層になってるの分かりますかね。この層が4種のチーズを使ったですねチーズムースになっております。うん、めちゃめちゃ濃厚で、このチーズの香りと芳醇さ白ワインに流していく。めちゃめちゃ美味しい。今回チーズにしていただいたんですけども、やっぱチーズとお酒に合うじゃないですか。おすすめの食べ方、この白ワインをねぶっかけてくださいね。はい、これめっちゃうまいから。チーズと白ワインって合わないわけないですよね。おつまみ枠で買ってほしいぐらいですね。滞在ですよこれは。どうだよ皆さん、はい、僕も共犯なんですけど、コントラストがいいですね。いや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 、これは本当に美味しいよ。チーズパフェなんだけど、くどすぎないのがいいんだよね。ぐいぐい食えるし、ぐいぐい飲める。世界一酒に合うパフェだねこれね、うん、白ワインに合う。そうです、いい感じに飲んでしまったんですけども、至高のチーズパフェ超自信作ですので、ブドウジュースとか紅茶とかでもいいですから、ぜひねこれね合わせてみてください。全国のスーパーマーケットおよびですね一部コンビニエンスストア、12月1日から1月の3日、チーズパフェで年越しできます。皆さんお買い求めいただいて、僕と一緒に至高になりましょう。はい、ということで今回の至高のチーズパフェいかがでしたでしょうか。今回はですねドンレミーさんの方でですねキャンペーンをやっていただくことになりました。ありがとうございます。ドンレミーの公式ツイッターにてですねフォロー&リツイートキャンペーンを実施しております。バズレシピのねロゴが入った金箔仕様のオリジナルクオカード抽選でプレゼント、これいいですね。こちらの YouTube の概要欄にですねリンクの方を貼らせていただきますので、皆さんぜひよろしくお願いします。至高シリーズなので金箔仕様のオリジナルクオカードっていう気合が入ったキャンペーンありがとうございます。ぜひ皆さんチェックしてみてください。